ウォークフォー。実現したいことがあるから、それを見せたい人がいるから頑張れる。ウォークフォーでは6名のウォーカーたちがそれぞれの思いを込めて歩行を披露します。0から1、0が1になる瞬間を過去のパフォーマンスと最新のパフォーマンス映像を流しながら、ウォーカーと担当トレーナーの解説を交えてお届けいたします。それではご覧ください。では1年前の動画を見ながら、はい、この1年間の変化を振り返りたいと思います、はい、よろしくお願いしま す。で、これが去年のイベントの映像になります、はい、なんかカチカチしてるかね。私もさっき思いました。すごい上半身に力が入ってるなって、最近の歩行と比べると、うん、思いました。この1年の中で木村さん、トレーニングとか、はい、お家でのトレーニングで意識してきたことってありますか？意識してきたのは、歪みを、うん、ね、直すのにどこをどうしたらいいかなって。あとはやっぱり胴体が縮んでるから、うん、こう柔軟性、もっと伸びるようにっていうのかな、そういうのを考えて、ちょっと柔らかくなったかなって感じ、うんうん、本当は感覚的にはこの胸から下がわからないはずなんですけど、うん、はい、いつもいつもそれをしっかり伝えてくれて、今日はどういう感じとか、はい、で最近はどうなってきたっていうのを木村さんが感じてくれて伝えてくれるから、うん、毎回トレーニングでじゃあこうしてみようみたいな、はい、一緒に積み重ねていけてるなっていう感覚があります、はい。でこれが4月ぐらいの歩行の映像なんですけど、はい、さっきのイベントの映像と比べると、はい、スタスタ、あと上半身の力が抜けてるかなっていうのを少し感じました。そうですよね、うん、呼吸が去年に比べれば今の方がしやすい胸になってるかなっていうのが、うん、やっぱり多少柔らかくなったのかなと思って、ね、歪みを気にしてやってくれてるからですね。これがクラッチの歩きに挑戦し始めた、この1年本当にクラッチっていうところに焦点を置いてやってきたので、その歩き始めにチャレンジみたいなところですね。はい、また、この時多分去年歩行器で 歩いた時に比べて胴体がちょっと伸びてて、うんうん、それに足がまだついていってない頃の、ちょっとついてきたかなっていう頃のクラッチだったから、うん、ちょっとふにゃふにゃってなってたんですね。この時も実は叫びまくってましたね。足がロックがいまいち足りない、うん、だいぶ安定して膝自分で力入れながら歩けるようになってきましたね、うん。これ今年のイベントの映像になりますね。歩く前どうでした？歩く前できるかな。ちょっと表情も緊張してますね、うん、私も緊張しました。今年はウォーカーから一人で歩いて、で途中でクラッチに切り替えて、それもお尻のサポートも膝のサポートもなしで歩くっていうことに挑戦しましたね、はい。まずはそのウォーカーの変化、1年での変化っていうところなんですけど、もう終わっちゃったんですけど、立ち上がりも膝、私サポートなしで立ち上がれました。肩がちょっと痛かったね。そうですね、上半身なんかちょっとまだカクカクはしてるけど、うん、去年とまたちょっと歩きが違う、ね、違いますね。あと姿勢が起きてる気がします。私もう去年よりはそんなに沿ってないかも、うん、そうですね。手に頼るのが去年の映像よりは少ないように見える、うん、なんかうまく説明できないけど、うん、柔らかいっていう感じ、うんうんうん。ここからクラッチに切り替えます。で実はここもすごくて、しっかり膝が伸びた状態、
こっからクラッチ歩行にチャレンジです。クラッチ歩行は本当にこの1年でやりだしたって感じですね、うん、でウォーカーが安定してきたから次のステップはって考えた時にもうちょっと上半身で支えられないもの、うん、あとは体幹も強くなりたいと思って私はクラッチを選択しました、はい、後ろのサポートがなしっていうのが結構難しかったですね。やっぱりあれだね、斜めに体が一歩出した時に斜めに持っていかれちゃう。斜めで横こうやっぱりねじれるからどうしてもあのフリーで後ろでこう押さえててくれないとにゃってこうスライドしていっちゃう感じが、それが抑えられない。思ったより肩は上がってなかった気がする。もっと肩上がってるかなと。ってことは足でも支えられてるってことですね。ずっと何もないです。揺れちゃう、揺れちゃうのが慣れるね。そうですね。この倒れた後も自分で膝伸ばせたのはすごいなって私思いました。ここまで頭に残ってない。そうだね、右が強くなっちゃった。いきますよ。ちょっと左に出した後も復活して、しょ、オッケー。最後も良かったんですよね、うん、ね、綺麗に出てきた。足が、で入ってきたのか。左切りながら。あとあの自分の歩いてる時の杖の位置がまだ、はっきりわからない、うん、っていうのもあるかも。そうだ、歪んじゃうからちゃんとしたところに、多分一発でピュッて置けない。またウォーカーとは全然違いますよね。安定感もこの左右両方別々だったもっと歪んでるかと思ったらそうでもなかった。そうなんですよ、やってる最中すごいなんか歪んでくる、持ってかれちゃう感がすごかった。すごい、よかったです。できればお家で歩行器で装具なしで立って歩くっていう安心できる体幹と足になりたいっていうのと、ジムでは祖父になれるようにあのサポートしてもらえたら助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の方、頑張ってください。